今日はたくさん動画撮れるからたくさん撮ろうね。たくさん撮ろうワン。やったわ。今日もイニシャル D だけやって帰ってきます。ないんじゃん。うん、だってないんだもん。イベントイベントやんないゲームはやらないことにしました。昨日はちょっと今日の腹番でちょっと大いろんなメッセージ残してた。パパごめん。大丈夫か。引き継ぎで面白いこと。ルールさ引き継ぎとかったからさ、ちょっと普通に書くにはなんかあんた鳴らされる予定なんだから大丈夫。デブなんだぞ。トラック前だと分かりにくいの。しかし今日その後ろのワゴンも結構詰めるの。今日の早番より明日の早番さんへってタイトルでメモを置いていた。今日の早番より明日の早番さんへ。誰が？え、私が。いいんじゃない？ちょっと面白いかも。ふふってなんかあの人らしいねって思われる。ちょっと楽しいじゃん。クソババアって言うじゃん。クソババアよりって言うじゃん。自虐ネタって最高だぜ。早番でなんかね、年齢でいじってるのね、アッキーぐらいしかいない。ローソン。あの人のこと年齢でいじってくるか、こっちも年齢でいじり返してる。どっちが上なんだか分かんないけど。いや、うちではどう見たって。やったー。ほら、そんなことばっか言うから、この家の障子破けてんだぞ。分かっとるか。お？さあ、その風邪ひいてさ、しんどい時にさ、面談あったからさ、あんまりテンション上がらないって言ったから覚えてないんだよ。いいじゃん。なんかね、その体調悪い時に面談したことについて、なんか他のクルーが店長に怒ったらしいな。ねえ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 。あ、ファミリーマートあそこにある。だから私がさ、咳出てさ、体調悪い時に面談したから、うん、それでやっぱ面談って話さなきゃいけないじゃん。うん。だからそういう時に面談はするもんじゃないよって、するもんじゃないですよって。やっぱいいや。他のクルー。新しいの店長。ちょっと受けるよ。怒られてるの受けないよ。あ！でもね、ちょっとね、やばい事実が発覚したんだよね。その面談によって。何？あれ、うちと仲いい子いたじゃん。女の子。誰でも分かんないけど。あ、うちと仲いい、よく遊んでた女の子。うん。その子もさ、体調悪くて咳すごい出てたのね。で、面談の時、咳出ちゃったんだって。そしたらさ、なんて言われたと思う？もうちょっと抑えてくれませんかって言われたらしいよ。普通言う？咳してる人に。やばくない？どう思う？だからおめえ泣かされる。え？だからおめえ泣くんだよ。いや、私じゃないって言われたの。違うよ。女子に言われてなくんだよ。うん、でもさ、私は同じ条件でやってるんだよ、うん、めっちゃ咳出てたんだよ、うん、大丈夫ですかだよ。やばくないこのさ、ちょっとびっくりして、えし、なんかね、その話聞いた時エリエムカついちゃって。なんであれだろうかえ、なんであれだろうムカつくんだよ。ムカつかない？なんか仕事もできて頑張ってるさ、女の子クルーさんそのさ言い方なくねと思って、うん、咳すんなって言ってんだよそれ。はい、話だけどうちと全然態度違うじゃんと思って、ええー、と思って、あ、結構人でこの人態度変える人なんだやっぱりと思って、ちょっとびっくりじゃないですか。うん、なんか、ね、ちょっとサイレン超えたけど、ピューピュー、やっぱ自分よりさ立場いいよ。僕のカレー顔見たらカレー食べたくなっちゃった。なんで？なんで？人見てパワハラしてるねと思って。いいじゃん。そういうことだよね。でうちにはしてこないのはあれなんじゃないですか。ニートコンパニオンって見える。あ、ミートか。まあいいんじゃない。あの昔から働いてたからっていうのもあるから。ちょっとびっくりした。肩や咳するなってさ謎の注意して、私の方は大丈夫ですかって謎の心配して、どっちやガキだからでしょ言ったの。
まあだから泣かされ泣くんだなって怒られて、同じこと言ってんじゃねえかおめえ、いやっていう発言で終わったこの間みんなで面談の内容をさ言い合っててさ笑ってた。何面談って何やってんの、なんか分かんない、 あんま覚えてないって言ったじゃん、体調悪かったから。働け、でも最初よく分からないけど、どちらかというと店長の愚痴みたいな、愚痴のような悩み相談みたいなされただけだったんだけど最初は、ね、あれ内容逆じゃね、サイクルセンター城山、何や働けって、うん、何働けって、働けるよ、何働けってどういう意味だって、これ働いてる、何男性に対して働けってどういう意味だ、じゃあ俺にチャージしねえじゃん、え人間の人に対してって働け、何、えそんな誰ごとどうでもいいわ、それで、ちょっと意味わかんない、意味わかるね、なんで誰もさ、もう自分の時はヒーヒー泣きながらさ、人にさ、相談してたくせになんで人の話してきたら聞くし、聞くみたいな、ヒーヒーなんかほら、注意されてヒーヒー、あー、何にせよ、お腹すかね、それですぐ話します、そらしてない、ありますかって言われてもさ、多分体調悪いからあんまりひねくり出せないじゃん、じゃあもうやばいじゃん、まあ無理じゃん、俺見たことないかな、あんま風呂が出んってないかな、まあまあもうあの年だと成長の見込みはないでしょうね、プライドが邪魔して、残念だけど、じゃ成長の見込みっていうか成長しようとしてねえじゃん、なんかずれてんだよな、あんなもんだから一人社員いるんだけどさ、うん、もっとやばいのはさ、その人が一切風呂は出てこないんだよでも今まで歴代社員いた人ってみんなさ、もちろん業務、パソコン業務いっぱいあるよ社員だからさ、うん、でもそれをしながらでも風呂は結構出てる人しか見なかったからさ、うん、なんで風呂は出ないんだろうなって疑問を持ちながらも、なんか言うのもめんどくせえじゃん、それ言うと絶対機嫌悪くなるからめんどくせえな、そういうの一番だるいよね、でもそれをなんかリーダーの誰かが店長に言ったんだって、うん、そしたらなんかそれが普通だからみたいな、社員の仕事として、うんうん、普通だから別に問題ないみたいなこと言ったらしい、あそこ風呂が出ないのが普通ってよくわかんないねって、風呂も見なきゃ何もわかんねえだろうって、現場命のさ職場なんだもんと思って、現場ちゃんと見ないで数字だけとか見てさ動いてたら何も良くなんないし何も分かんないし、周りとの距離ができるだけじゃんね、うん、あ、それまあ、あら怖い、よかった社員どっちもだから無能なんだ、社員で出てこないの言ったじゃん社員、あ、やばじゃあ社員がつった、もう一人社員がいるっつって店長バイトはバイトもいたじゃん、なんか徘徊で終わったってして、うん、M さんが超聞いてたし、あ、それまだいるけど、はい、まあ、やる、なんかやめんのかやめないのかもよくわかんないけど、クビってあれやねん、バイトって言われるでしょ、まあ、変わんないんだったらそうじゃない、あの無期契約じゃないんだったら多分クビ宣告ができると思う、契約更新しないだけだから、無期契約君日数がやったー、で辞めてから戻った年数がちょうどなんじゃない、いやー、じゃあ死ぬほど働いてくれ、それはないけど死ぬほど働くんだ、おお。時給上がらないからあんまりやる気しない、まあ見えないな、ポフタくん、わっ、わっじゃない、わっじゃない、わっ、わっ、それを別にそれが普通だからって
それはないでしょ。あ、そうなんですか。